日本の過酷な現場で働く9台のランドクルーザーを一気見。ここ富士サファリパークではナビゲーションカーとしてランドクルーザーが採用されています。普通の車両だと下を結構擦っちゃうような岩もあったりするので、こういったリンク特に車高高いような車じゃないと動物も管理しきれないですし、動物を誘導したり、まあ、お客様が安全に見学していただいているかっていうのを車に見ながら、お客様も見て動物も見てというちょっと大変な仕事ではあるんですけど、監視の車両がいないと安全に運営自体もできないので、全てのエリアに数台ずつ車両は配置をしています。ネクスコ中日本では高速道路の安全を守るため多くのランドクルーザーが採用されています。八王子等はですね、やっぱりよく雪が降ると言われているところですね。そういった降雪時のですね、悪路走行、また事故現場や故障車等で牽引を想定しているので、やはり車自体にパワーがあること、我々の現場では路肩に停止していろいろな異常事態を処理します。処理し終えた後は路肩から発進して本線に合流するんですけど、その時すごい加速が良くてですね、やっぱり本線の合流なんかも安心してすることができています。日本赤十字社は災害時に必要とされる救援を行うため、いち早く救援班などを現地に派遣し、救護活動を行っています。赤十字のですね、もう第一義的活動である救護という部分はですね、本当に赤十字の使命部署でおりますので、そもそも自分たちの安全とかですね、安心を確保しないと現地に行けないという部分もございますので、災害時にですね、迅速に現場に駆けつけるときにはですね、悪路なんかの道を進んでいかなきゃいけないことが想定されますので、都市部ではランドクルーザーを選んでおります。JAF 日本自動車連盟では日々さまざまな車両のトラブルに対応すべく365日24時間体制で対応してくれています。でこちらの車はショートボディで、これですごい良かったことが実はありまして、お客様の駐車場内で雪に埋まったスタック作業に行った際にすごい切り返しができないぐらい狭いところだったんですね。でもこのボディの長さだとお客様のお車に合わせることができて作業ができたので、このショートボディじゃないとやっぱりいけないところが多々あるので、長く大切に扱ってメンテナンスをして乗っております。ここ佐賀県警佐賀北警察署管轄地区では山間部での職務に従事すべくランドクルーザーを採用しています。山間部はですね、やっぱり冬の時期は雪が積もったり凍結したりしますので、スリップ事故やですね、立ち往生の通報などには例年のように向かいますので、このランクルだとですね、4駆で、あとスタッドレスを履いてチェーンを巻けば安心して現場に向かうことができるので、ここが一番の強みかなと思います。ここ霧島市消防局では様々な状況に対しても機動性高く対応できる車両としてランドクルーザーを採用しています。あらゆる現場に迅速に出動して消防隊の支援活動を行ったり情報収集活動を行う車です。具体的にはドローンを運用するときや
防災ヘリやドクターヘリなどの地上警戒活動を行うとき、あと救急隊の支援活動を行うときに使用します。大規模災害時においては大都市の消防隊がヘリコプターで応援に来るときに使用する人員輸送にも使用します。訪れたのは北の大地、北海道。どのような場所でどのような働きをするランドクルーザーなのでしょうか。山間地の風力発電所、太陽光発電所の降雪時、一般の車両が入れません。そこへ入るための車です。このクローラー1つあたりが220キロもあるんです。とっても重いんです。その他もろもろの装備品を加えるとですね、1トン近いものがあるわけですね。これをつけてですね、山間地深い雪の中に入っていくためには車の性能とっても大事なんですね。それは動力性能だけでなく足回りの強さ、それからシャーシの構成、ミッションいわゆるオートマなんですが、ね、ギアの比率と耐久性の問題も何よりも車両に対する信頼性、世界で通用している車両ランクルですよね。厳しい状況で使わなければならない車両を選ぶときにどうしてもランクルになってしまうんですね。林業の現場でランドクルーザーが活躍しているということで、150年以上の歴史を持つ山林を有する事業者を訪ねました。一般道から砂利道に入って、さらにそこから林の中に入っていく道路を凸凹道の成長道の奥に走っていくような、採石も何も引いてない道に行きますので、やっぱり四駆の性能が高い車が必要となります。エゾヒグマを間近で見ることができる十勝佐幌リゾートベアマウンテン。エゾヒグマの管理車両として強靭なランドクルーザーの働きが欠かせないという。分かりやすく言えば逃がさない、お客さん見やすいように配置する、喧嘩を止める、つまりクマ自身が逃げないで見やすいところに勝手にいてくれる、喧嘩もせずみんな仲良しって言ったらランクルいらないんですよ。簡単に言うとそういうことなんです。それを我々がコントロールするっていうのが、まあ、このランクルの仕事になるんですね。いろんな現場で活躍するランドクルーザー、いかがでしたでしょうか。今後の働くランクルシリーズもお楽しみに。知ってますか？ランクルズはトヨタ公式ファンコミュニティ。まずは登録から。